ちょっと実際に登ってみて、室内を確認してみましょう。中はこんな感じになってます。どうも、ハードカーゴの近藤です。今回はですね、こちらのダイハツハイゼットトラック、S510P ですね、こちらの車両に、キャリアとその上にルーフテントをつけてみたいと思います。で、ルーフテントをつける際はですね、キャリアの、両側立ち上がっているものがあるんですけれども、そちらを開いた状態で、組み付けをして、その上に、ルーフテントを取り付けしていきたいと思います。はい、ということでですね、キャンピング仕様のコンプリートカーが仕上がりました。この後ですね、テントを広げてみて、実際に使用したらどんな感じになるか、やっていきたいと思います。で、ちょっと実際に登ってみて、室内を確認してみましょう。中はこんな感じになってます。で、窓から見てみるとこんな感じで、便利なところにバスケットがございますね。結構安定感があっていい感じになってます。で、実際に寝てみるとこんな感じですね。すごく広いです。身長176センチの私でもですね、かなり余裕があります。Thank you.